ローラ・モンテス、ヨーゼフ・スティーラーがエリザベス・ロザンナ・ギルバートは、芸名のローラ・モンテスで知られた、ダンサー、俳優。彼女は、バイエルン・オール・トビヒ一世をはじめ、著名で資産家の男たちを渡り歩いた。出生については、様々な記載がなされており、ブリタニカ百科事典では1818 18年、アイルランド・リムリック生まれとされている。 彼女は1823年1月にリバプールで洗礼を受けている。母、エリザ・オリバーは、リムリックのゴーシの書子で、娘、エリザベスを15歳で産み、その後、エリザベスの父親である、イギリス軍主官、エドワード・ギルバートと結婚した。1823年にエドワードは、インド勤務となったが、間もなくして、これらで休止。 エリザはその年のうちにクレイギーという士官と再婚し、娘を連れて、スコットランドへ渡った。1837年、16歳になったエリザベスは、トーマス・ジェームズというイギリス軍隊員と駆け落ちした。しかし5年後には、カルカッタで別れ、彼女は、芸名、ローラ・モンテスとして、異国風の踊りを見せるダンサーとして働き出した。1843年6月、スペインの踊り子、 ローラ・モンテスと名打ってロンドンでデビュー。この頃はまだジェームズ夫人であった。彼女は自身が名付けたタランテュラダンスという体を雲が這うのを追う性的なしさを含めた手の動きでたちまち有名になった。ローラは裕な資産家男性たちの愛人となることで当時としては破格な収入を得るようになった。愛人の一人フランツリストはヨーロッパ一進んだ。 宣伝されたサロンとして知られたジョルジュ・サンド主催のサロンにローラを紹介した。そこで出会った新聞社社長アレクサンドル・デュジャリエに感化され、共和主義者となる。しかしデュジャリエはローラをめぐって起こった決闘で殺され、ローラはパリを去ることとなった。1846年、ローラはドイツ・バイエルン王国のミュンヘニエへ旅行し、直ちに国王ルートビヒ一世に見出され、 愛人となった。彼女の方も王に影響力を行使したため、国民に非常に憎まれた。王から一万フローリンの年金とランツフェルト伯爵夫人の称号を与えられた。これに保守的な内閣と国民が反発。もとより国王を自由主義に感化していると憎まれていた。彼女は進歩的な人々の支持を受けていたものの、 国王に内閣を解散させるなど、その増長ぶりが次第に保守、自由両派から疎まれていった。1848年2月、大学封鎖に反発した市民集会が暴動に発展し、ボートは大学の解放とローラの国外追放を要求。これに屈したルートビヒはローラ追放に同意し、翌3月に自身も退位した。直後はスイスでルートビヒと暮らすことを考えていた。 ローラだったが、気晴らしに出かけたロンドンで、資産家の息子ジョージ・ヘラルドに出会い、結婚しようとしたが、最初の離婚が成立していなかったこととヘラルドのおばが二人の結婚にも反対し、重婚罪でローラを告発したことから、イギリスにいられなくなり、ヘラルドと共にフランスとスペインに逃亡したものの、関係は破綻してしまった。アメリカ合衆国へ渡った後、1851年から、 ダンサーとしてアメリカ国内を巡業したスキャンダラスな有名人ローラは最初の間成功を収めたその間アメリカ人資産家と結婚したが破れゴールドラッシュで湧くオーストラリアへ移ったローラはここでスパイダーダンスというエキゾチックな踊りを披露しスカートをまくり上げることまでしていたという良識ある人々は彼女の舞台を見ることはなく彼女は近郊の交付相手の舞台に立つなど 次第に落ちぶれていった。1860年以降、ニューヨークへ定住したが高速に襲われ、左半身麻痺状態となった。こうめかけとして生きた時代は終わり、金も底をついていた。ローラはひたすら聖書を読み神の言葉を信じる生活を送った。死の床の彼女を世話したのは死災だったという。ローラは肺炎が原因で亡くなり、 ブルックリンの墓地に葬られた39歳没。一説には美貌だけでなく豊満な肉体も持ち合わせていたとされており、びっくり。世界史無用の雑学知識に229 22ページには、ルートビヒ一世がその乳房は本物かと疑うほど立派なバストをしていたと主張する記述があった。ありがとうございます。